今日の一問一答ですすね介護支援分野事業者及び施設という単元になります地域密着型介護予防サービスについて次の記述は正しいか誤りか答えを。問題市町村は事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない市町村は事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができないというふうにありますがこれは誤り。 になります地域密着型サービスそれから地域密着型介護予防サービスというものはですねこれは市町村が権限を有しております指定する権限であったり指定更新をする権限であったり、まあ、指導監督や効力の停止それから指定取り消しをするそれから名称を公示するといった権限をですね市町村が有しておりますそして介護保険サービスというのはその権限を有している行政の条例によって 基準を定めるるといい、まあ、ういうううこ仕組みになっているわけですねですので地域密着型サービスや地域密着型介護予防サービスの基準というものは地域密着型サービスの権限を有している市町村の条例において定めるとこのようになっているわけなんですねで。ちなみに居宅サービスや施設サービスの権限を有しているのは都道府県になりますので。 居宅サービスや施設サービスの基準を定めているのはこれは都道府県条例とこのようになっているということですねまあ、ある程度のですね基準というのはまあ、国が示しているわけなんですけれどもその国の示している基準に基づいて都道府県条例や市町村条例において独自に基準を定めるとこういう仕組みになっているということを一つ知っておくといいですねちなみにこれは介護支援サービスも同様でして ケアマネジメントの事業ということですね。その介護支援サービス事業というのは2つあって、許諾介護支援と介護予防支援というふうにありますけれども、これらは両方とも市町村が権限を有しておりますので、これら2つ、許諾介護支援、介護予防支援の基準というものも、市町村条例において定めるという、こういう仕組みになっているということですね。この点を合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、地域密着型介護予防サービスについて問うている今日の問題ですが、 市町村は事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができないというふうにありますけれどもこれは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。